町村信孝総裁候補、いよいよの時が参りました。私ども町村候補の有言実行、そして凛とした日本を作る、その旗の上に結集をいたしました。我々は本当に晴れ晴れとした気持ちでここに集まっております。今の町村候補の決意の中に、日本再建の原動力たらん、日本再建の機動力たらん、それが町村グループ、そして町村総裁候補の公約そのものに込められていると思います。私ども一致結束して、これからも町村信孝清和県会長のもとに、日本のために、自由民主党のために頑張っていきたい、このように決意をしております。一緒に頑張っていきましょう。よし、どうもありがとうございます。